ご飯漫画も好きですし、 YouTube とかでご飯作る動画とかめっちゃ好きですね。で、これで私の中でポイントがあって、これご飯系コンテンツね、レシピがあったりとか現実に実在するお店があったりするとなおいいんですよ、私の中で。ベリーグッド。だからファンタジー料理はそこまで見ないかもしれない。わからん。見出したらだいぶ好きかもしれんけど、そう、実際のお店にこう食べに行くような漫画とかだいぶ好きですね。うん。あと、これは動画の方なんですけど、作った後絶対に食べてほしいんですよね。もうたまーにね、作って終わる人いるんですよ。え、それ食べて食べてってなる。なんなんでしょうね。食べてもらえないと私はちょっと悲しい。うん、食べてるとこまで見たい。別に美味しいとか言わなくていいから。わかる？わかる？いや、なんかね、食べてほしいんですよね。うん。だからちょっとそういうコンテンツをね、日々探しております。はーちゃまは、ちょっとあれはま、あんまり実在しないっていうか、現実的じゃない料理っていうか、まあ、ちょ、ファンタジーだから、あんまかな？ね、ちょっと、まあ、彼女はちゃんと食べてるんですけど、まあ、でね、よく趣味としてされてる収集癖はね、あんまないんですよ。なんとか集めとか。